money. I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright.That should be everything. Bike's all set, and now I'll be vlogging in Japanese. Let's go.わあ、結構降ってるな。行くしかない。うわ。今日はですね、三浦横須賀の西海岸の方に泊まって鎌倉まで移動します。で、そうしながらなんかいろんな綺麗そうな場所で写真撮ったり。する予定なんですけど、雨降ってるからどこまで綺麗かわからないんで、今日は4日目かな、4日目で、初日は75キロ、2日目は横須賀行ったんですけど自転車じゃなくて電車で行って、3日目は中華街からこの三浦ら辺まで自転車で来たんですけど、それは50キロかな。今日はそれの半分、25キロなんで、まあちょっと足の筋肉はきついんですけど、まあ今日はゆっくりできるから嬉しいです。今日の距離はそこまで遠くはないんですけど、昨日なんか電車の問題があって、荷物を持つあのラック、 Rear Bicycle Rack の方がやちょっと壊れてて、それの心配はちょっとありますね。ポカリのボトルをホテルに忘れたんで一旦ちょっと戻ります。今日はそんなに暑くないなと思ってポカリをこうしたのを思い出すんですけど、10分しか進んでなくてよかった。もっと行ってたら多分諦めたかな。わあ、今日雨めっちゃ強いな。もうびちゃびちゃなんですよ。もうシャツが結構重い。オーディオ大丈夫かな、これ濡れてるけど。ずっと雨だ。コンビニあったら寄ろうかな。進んでコンビニとかあったらドライしよう。あ、すぐあった。少し止んだら涼みます。今は結構強い。行っちゃおうか。この雨すごいですね。昨日とか比べたら遠くないんですけど、まだまだ進んでないな。もし止む予想だったらジョナサンとかいて待ちたいけど、ずっと雨らしいから。フォトスポットナンバーワン、写真スポットナンバーワン。天気いいな。
読めるかな、秋谷、秋あるな、ここですね、あの岩。ちょっと写真撮っとこうか。天気は良くないけど。晴れた日に三浦半島のいい景色を見ながら走るのを想像してたんですけど、まさかの大雨が降ってきました。本当は鎌倉まで 4,5 箇所を寄って行きたかったけど、雨がずっと降ってたから何箇所行けるか分からなかったですね。さっきの立石公園に寄った後、少し止んでたのでもう1箇所に行ってみました。やっぱり雨もちょっと止んだし、せっかくここまで来たからちょっとできればドローンも飛ばしに行きます。行ってみましょう。半島宣言、撮れてよかった。ドローンも写真も。もし晴れてたら本当は富士山まで見える海岸なんですけど、で曇ってても水もめっちゃ綺麗でした。実は昨日はちょっと気分が落ちてたんですよ。いい家に引っ越したばっかりなのに、なんでこんなに大変な旅をしに家を出たんだろうって思ったんですけど、こういう綺麗な場所に来て綺麗な写真とか動画を撮れたら、これのためだってさっき思いました。なので今日はもうちょっと力が入ってきます。今日の目的地が大船駅のネットカフェに泊まります。今日は今日の天気は良くなかったけど、なるべく楽しんでました。他の場所も寄ってみたかったんですけど、体が朝からずっと濡れてて乾くために宿に向かいました。